こんにちは。フリーランスのシステムエンジニアのゆうたです。今日はですね、フリーランスになって、苦労したことっていうところについて話そうかなと思います。で、1点目は、一応仕事が途切れることがありましたという話なんですけど、2週間だけね、仕事が途切れたことがありました。っていうのは、これ今年の話なんですけど、前入ってるプロジェクトが1月の中盤ですね。1月の2週目終わりでちょうど契約終了。で、その一月前ぐらいから、次の現場、いろいろ探してたんですけど、結局ね、1月の、一番良かったっていうか、その時、自分が、想定していたのは、その3週目からね、別のプロジェクトにそのまま休みなしで行きたいなと思ったんですけど、結局、それはできなかったんですね。で、結果的には2月の頭から、プロジェクト入れることになったんですけど、そこのプロジェクトの面談自体は、その前回のプロジェクトが終わってから、その空いた休みの2週間の中で、決まったんですね。で、結果的には、2週間休みもらったことによって、気分的にもリフレッシュできたし、資格とかもね、その時間で取れたり、勉強ですね、できたり、あとは、なんですか、自分が入るプロジェクトの吟味というか、その前、いろいろ受けてたんですけど、なんていうかな。やっぱ、その時間がある分、結構複数社受けられるので、そこで、その中から自分が、いいと思ったところに入れてもらったような感じになりましたので、苦労ってわけではないんですけど、間が空いてしまうことがあるっていうのが、フリーランスの常っていうんですかね。全く途切れないとか言う人もいるみたいなんですけど、その途切れるってことは往々にしてあると思います。ということですね。っていうのが1点目。で、2点目は、確定申告ですね。で、僕、ちょうどフリーランスになって1年ちょっと経ったぐらいなんですけど、確定申告やったんですけど、やっぱね、大変だったというか、めんどくさかったですね。実際、手動かしてる時っていうのは、多分数時間なんですよね。クラウドの会計ソフトで、に、単純に値を入れていくだけなので、レシートのね、入れていくだけだから、そんなに苦労しないんですけど、やり方がわからないですよね。っていうところだったり、いろんな項目があるんですけど、
扱いとかもね、よくわからなかったので、まあ一回、役所じゃない、税務署か、税理士さんに、ちょっと手ほどきをしてもらって、結局、提出できましたっていう感じだったんですけど、まあ、そんなところですかね。でも、今僕が言った2つの大変だったことっていうのは、実際多分そんな、そんな言うほど大変ではなかったような気がします。はい。という感じですかね。はい。はい。はい。では、ご視聴ありがとうございました。